開催最終日の2ボートレース場、スポーツ報知ビクトリーカップ、続いた第5レースゴールドレースを迎えます。対戦メンバーは1号艇群馬椎名豊、2号艇が大阪関野綾、3号艇静岡渡辺哲也、4号艇長崎中北亮、5号艇愛知吉田亮太郎、6号艇東京多良尾達之です。1二3号ダッシュ2艇は4、6と2つに分かれました。1号艇椎名豊人気の中心、3号艇渡辺哲也人気対抗格。第5レースゴールドレース、内から1番2番3番5番ダッシュは4番6番です。スタートしました。1コース1号艇椎名が速いスタートになりました。ただいまスタートは判定中です。お手持ちの投票券は大切にお持ちください。逃げる1号艇椎名はちょっとスタート早かったようです。ここでファンの皆様にお知らせいたします。このレースは1号艇椎名豊がフライング変換欠場となりました。従いまして第5レースは1番に関係ある投票券は全てが変換ですので、お手持ちの投票券は確定まで大切にお持ちください。ここは1号艇小野聖奈が断然の人気。3連単では1、2、3の組み合わせ 5.5 倍が一番人気の組み合わせです。進入はインから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました。1号艇小野、2号艇の西村、好スタートを切っています。インから逃げ体勢作っていく1号艇の小野、刺す2号艇西村にまくる3号艇の原田、間を突こうとした5号艇深川が続いています。先頭1号艇小野聖奈、リードは一定心、外2号艇西村、3号艇原田並んで2番手争い、5号艇深川4番手、後方6号艇古賀、4号艇前田最後方、スタートは正常です。1周にマーク、1号艇小野が旋回、内から5号艇の深川、そのうち差し返しを狙う2号艇の西村、3号艇原田が続きます。1号艇小野聖奈は突き放して単独先頭です。2番手争い、5号5号艇の深川はわずかに優勢か、内は2号艇の西村、3号艇原田は若干遅れを取りました。4番手後方4号艇6号艇並んでいます。2番手争いは2号艇の西村に全速線握っていく5号艇の深川、内からは3号艇原田がそれに続いて再び2番手争いに加わった3号艇原田、先に回った5号艇の深川、逆に交代は2号艇の西村。2番手争いは5号艇深川一定心優勢、内から3号艇原田は外に切り替えて2周にマークです。この間に独走体制1号艇小野聖奈、2番手は5号艇深川、握っていく3号艇の原田、切り込む2号艇の西村です。2番手は5号艇の深川わずかに優勢、外は3号艇の原田、2号艇西村も懸命に前を追っていますが、2番手は5号艇深川優勢で最終周回に入ります。独走1号艇小野聖奈が先頭、2番手は5号艇深川真奈美が優勢、3番手内から2号艇西村先に旋回、差し返す3号艇の原田でバックストレッチに入ります。2番手は5号艇深川が5艇身とリードを取って、3番手は3号艇原田が上がって1号3の体系、4艇身ほど切れて2号艇の西村が4番手で最終ターンマーク。圧倒的人気に応えた1号艇小野聖奈が先頭です。5号艇深川真奈美が2番手、3号艇原田由美が3番手、握って前を追った2号艇の西村は4番手で第12レースゴールです。先頭1番小野が5輪、2番手5番深川5輪、3番手3番原田が5輪、2番西村、4番前田、ラストは6番古賀が5輪です。10レースの選抜戦スタートまでまもなく残りは10秒。進入はインから1番2番3番ダッシュは4番5番6番です。
スタートしました。1号線1号艇新見がトップスタート、2号艇伊藤、5号艇鶴田もスタートを決めて、逃げる1号艇新見、サスナー2号艇伊藤、3号艇与佐がまくり刺した。あるいは間から5号艇鶴田、内側から4号艇佐藤が続く。まくり刺しがスパッと入った。3号艇吉田良太郎先頭、2番艇1号艇新見、3番艇4号艇佐藤優勢か、外から5号艇鶴田、内は2号艇伊藤が接近。スタートは正常です。2番区3号艇吉田、1号艇新見、3番艇握っていった4号艇佐藤が2号艇伊藤カース、上位は3番1番4番です。レースは2周目に入って1マークにあります。先頭は3艇身リードを取った3号艇吉田良太郎、2番艇1号艇新見圭一が旋回、3番艇握ってくる4号艇佐藤が小回りする6号艇小林をカース、後方からは5号艇鶴田、そして最後方から2号艇伊藤が続く状況となっています。第2ターンマークは3号艇吉田良太郎が先頭、2番艇1号艇新見圭一、3番艇内側からもう一度接近6号艇小林、それでも握ってかわすのは4号艇佐藤、3番艇4号艇佐藤明が現在3艇身ほどリード、内側から4番艇6号艇小林が追走で全艇が最終周回です。1周1マークは鋭い幕居差しが入った3号艇吉田良太郎が先頭、2番艇1号艇新見圭一が1マーククリア、3番艇4号艇佐藤明が続く。3番1番4番で3周1番からバックステージです。3連単のオッズは 70.1 倍となっています。これから最終ターンマーク、シリーズは終盤4連勝でシリーズを締めくくる3号艇吉田良太郎先頭、ラストハマークリア、2番艇1号艇新見圭一、3番艇4号艇佐藤明の順、まもなく10レーサー合流。先頭3番吉田五輪、2番手1番新見五輪、3番手4番佐藤五輪。風を読んで風に逆らいながら進入、1番2番3番4番5番6番の並びです。オープニング戦競争第1レーススタートしました。スロー3艇好タイミング、1番2番3番と1号艇の塩崎が1番出しが引いた。まずはコーナー戦で1号艇の塩崎正則、3号艇の大塚優外行った。後方2号艇6番5番あたり少し前が詰まってバックへ入ったが、1号艇の塩崎も旋回動いてフラットしたんですが押し切り成功。2号艇の日傘が続き、アウター3号艇の大塚優でありますが、後方4番手から6号艇の中田智也が絡んできました。前艇サーター正常、2番手2号艇の日傘優勢、外からカッパ3号艇真ん中割りに行って、先頭1号艇出口が重ための塩崎にかかってくる3号艇の大塚優、外2号艇の日傘、そして6号艇の中田智也が4番手、後方は5番4番と裏髪に滝沢亮続いています。バックエイト1号艇の塩崎、ただ出口がもめ、カパス3号艇の大塚優、そして2号艇の日傘もついて丸か、これ6号艇くるっと運んだ、これは実戦足ありそう、押し上げる6号艇の中田智也、ここで2号艇の日傘を捉えてきています。上位前段は地元メンバーワンツーで塩崎と大塚優、6号艇の中田コーナー先に回った、クロッとポトポンと押して振り込み加減で2号艇をつけ、そして2号艇の日傘、6号艇中田は前回の手前でボートが暴れたことが痛き、振り込みにつながります。2号艇の日傘、3番手はもぎ取り返した模様で1番3番2番の体型であります。塩崎正則から3号艇の大塚優、2号艇の日傘が3番艇、中田智也が4番艇、後方5号艇の浦上、そして4号艇の滝沢亮が続いています。今最終コーナーを1号艇の塩崎正則から3号艇の大塚優、2号艇の日傘が3番艇というオープニング戦であります。1番3番2番で間もなくゴール、先頭1番の塩崎五輪、2着で3番の大塚、2番の日傘が3着、6番の中田、5番の浦上、4番の滝沢五輪。